武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田のスポーツ科学部の、2016年の入試について話していきたいと思います。傾向の変化に関してですが、まあ、英語でちょっと文法の部分で空所補助で不適切な語句を、という問題が出たっていう例に、まあ、違いがあるというところですかね。あと小論文でちょっと課題文がほぼない、形式、まあ、課題のお題というかそのルールみたいなものは書いてあったんですけど、課題文という文章は基本ないような形の出題をされたっていうところですね。まあ、ここはちょっと、まあ、変更点という形です。では各科目の勉強について入っていきましょう。まず英語ですが、大問5題で、長文3題の、文法2題、で文法が空所補充、不適切な語句を選ぶってやつと、正誤問題ですね。まあ、なので正誤問題の、文法問題集はちゃんとやっておいた方がいいかなという形です。で長文の特徴としては、語数が、多いこと、まあ、700から800ワード、長いものによっては800ワード超えることもある程度ですね。なので今回だと、大体700から900程度で、ワード数となってます。で、スポーツに関わる、テーマが多いという形なので、まあ、過去問結構やっとかないといけないという形ですね。で、文法に関しては、まあ、まあ、正誤問題があるので、正誤対策ちゃんとしとかないとっていうところには、なりますけれども、まあ、標準的に早稲田のレベルの対策していれば十分対応できる、まあ、早稲田の中でも比較的、まあ、オーソドックスというか標準的な問題、まあ、若干簡単かなと言われる、難易度かなという形ですね。はい、で、まあ、対策としてはやはり重要なのは長文が長いという点、ここを考えるとやはり長い文章でもしっかり読み切れるようにするという形ですね。ただ長いからといって、文章の難易度そのものがそこまで高いわけではありません。なので長い文章でも集中力を、損なわない、ちゃんと読み切れる練習っていう点に意識を向けた方がいいかなという形ですね。はい、続いて、数学、ですが、大問が6題で90分という形で出題されています。で問題そのものの、難易度に関しては標準問題、が、中心で、まあ、マークシート方式ですね。マークシート方式なんで数字、答えが当たるか当たらないかの0、100という点を考えると、まあ、計算ミスが非常に響く、入試傾向になっていると。なので計算力はしっかり鍛えておいて、まあ、対策しておく必要があるという形ですね。で、大問数が多いということで、分野に関してはほぼ前半に出ると思っておいた方がいいでしょう。なので、ケアレスミスなどを確実にしないで、ちゃんと一個一個の問題を解き切るという形ですね。で問題そのものを見て、分からないということは正直、ないんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、そこに関してはですね、しっかり対策をして、やれるように心がけてください。はい、続いて、国語ですね。国語に関してですが、大問が3題で、現代文2題と古漢の融合が1題という形になっています。で、難易度そのものは早稲田の中で考えれば割と比較的簡単な方かなとは思いますが、まあそれでも、結構過去問やり込んでいかないと、まあ大変かなという難易度にはなっていますね。で、読解そのもののテーマ、スポーツに関わることが出ることも、ありますけれども、別にスポーツに限った話ではなく、いろいろなテーマが、出題される、構成となっています。まあ、評論が中心ですね。はい。で、まあ、言葉の意味だったりとか、空所補充の問題も割と出ますので、読解が、メインにはなりますけれども、こちらしっかりやっておく必要があると。で、文学史の、問題などもですね、多少出ることはありますので、まあ、文学史余裕があればやっておいた方がいいかなというふうに思います。ただ問題そのものに関しては、やはりその読解で、結構読解の選択肢が割と長いので、この選択肢の長いもので吟味する練習、このあたりはしっかりやっておいた方がいいでしょう。まあ、余裕があれば、多学部の早稲田の学問などやっておくといいかなと思います。はい、そして、古文漢文に関してですが、まあ、古文も漢文も、文そのものの難易度は割と標準的、早稲田の中で考えれば、そんなに難しくはないという難易度ではありますので、まあ、マーチレベルの参考書などを完璧にするっていう点を、しっかり、やっておいた方がいいかなというふうに思います。で、まあ、意識としてちゃんと持っておくのはやはり文法、の部分をしっかり、入れておくことと、あとはその、正確な、内容のあらすじ把握ですね。精読をするというよりは、大体どんな話だったのっていうのが分かるようにするっていうことに意識を向けておくといいかなというふうに思います。はい。そして最後に小論文ですが、小論文はもうスポーツに関するテーマという形で毎回出題されています。で、スポーツについての、あなたの意見を求めるという形になってますので、課題文があろうとなかろうと、この辺のスタンスは基本的には変わってはいません。まあ、ただそれに対して、例えば部活動に対してだったりとか、あとはその、
日本のスポーツ、をどう盛り上げていくかみたいな話だったりとかですね、っていうようにテーマ、があって、それに対してあなたがスポーツとどう関わっていくか、スポーツはどうあるべきか、みたいなテーマ、になりますので、まあ、スポーツというものに対してどういう考えを持っているか、自分で考えてそれを意見として述べる能力があるかどうか、このあたりが求められていますので、小論文を書く練習をする、それプラス、この、大学、この学部の、過去問、小論文をしっかりやり込んで、そのテーマを、回答の暗記じゃなくて、ちゃんと自分で、対応するテーマとして考えるという形でやっておく必要があります。小論文の書き方そのものは、まあ、書き方の本をしっかりやっておけば十分対応はできるかとは思いますので、ただ1000字と長いので、その1000字でまとめるという練習はしっかりやるように心がけてください。以上が早稲田大学スポーツ科学の入試の対策となります。